くだんちホリデー。今日は銀座ダンヒルのバーラウンジに来ております。今日は僕がいつも通ってるこのダンヒルバーラウンジ3階なんですけど、好きな3品なんです。一つはカレー、そしてこの和風ハンバーグ、海苔なんですよね。それからこのパスタ、はい、憧れのダンヒル来てるんですよ。ちょっと立って見せてもらってもいいですか。いいですか。めっちゃかっこいいじゃないですか。これよくない？切られてるじゃん。やばいっす。切られてる。マジか。マジか。切れんじゃなくて切られてる。まだあかんのかな、やっぱり。なんかあったらここでお客さん感激し終わってくるお客さんとか、ここで待ち合わせしたりするんですよ。うちのお袋とかみんな千葉県野田からやってきて、舞台を見て、ちょっとダンヒルさんとのバーで待っててなって待ち合わせしたりね。じゃあ早速ちょっと冷めちゃうから。はい、あ、そうそう、これ。あ、今日は何？これ、あの、うん、VIP マネージャーのリミさんから。あ、リミさん、はい、九段寺さんに。いいですか。なにこれ。ブリティッシュスパークリングっていうやつらしいです。ブリティッシュスパークリング、あ、ダンヒル、ブリティッシュね。あ、ブリティッシュ、英国紳士の。そうですね。そっかそっかそっか、ブリティッシュスパークリング。いちいちおしゃれでしょ。ちょっといただきます。どっちから飲んだ方がいいかな。まだそういう、まあ、あの、くだりさんの、まあ、ルールで、あ、そういう飲み方なんですか。おいしい。チロルじゃない。チロルではない。ではない。チロルではない。なんか上品やね。こっこいとも上品。ジャスミンがない、うん、甘さも程よく、あの、甘いの嫌いな感じって多いじゃないですか、意外と。そうですね。これはそんなにね、甘さ控えめで、あの、多分チョコダメな人もいけるかもしれない。アレルギー持ってる方以外、大丈夫。うん、まあまあ、じゃあせっかくだから冷めちゃうから。そうですね。でもこれちょっと、うん、じゃあいただきますよ。はい。なんかサラダもおしゃれじゃないですか。ねえ。なんか。見てください。このハンバーグ。いつも通り。満腹です。うん。やばい。このハンバーグの特徴、肉とカリカリレンコンとのこのハーモニーっていうか、バンズもシュワッとちょっと柔らかいで、海苔、まさか海苔、ハンバーグに海苔ですよ。ありえないじゃないですか。もらいました。九段寺クッキングに使います。パクリじゃないですか。パクリ、完全パクリです。美味しそうですね。うん。うん。本当にうまいですよ。ね、いきますよ。なんか肉、それ角煮ですか。角煮、角煮。角煮なのよ、これ。うん。これ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 です。これですよ。はい、これですよ。肉とか入ってください。肉とか、うん、スパイシー、スパイシー夏カレー。これ九段寺スパイスじゃないの。いや、九段寺スパイスではないと思います。世界のダンヒルですから。世界の九段寺じゃないの。世
世界の子なんだよ誰ですか誰ですか今出てきたの誰か憑依しました今大魔神出てきたのに怒られるから、うん、プラスアルファですね、やっぱりね聞きます、うん、なんかあスパイシー辛いですよ辛さもちょうどいいです、はい、もう激辛とかそんなんなくて辛口でもないけどごまかしてもないごまかしてもないでスパイシーはスパイシー、うん、よしガリ野菜の味がするやっぱ野菜もいいんだろうねうん肉もいい肉もねすごく甘みがあってねコクがあるこのカレーちょっとレシピ後で聞いといてもらっていいですか分かりました普段時クッキング行きですねおがちゃん後で聞いといてはいやってみます夏が過ぎる夏すぎる夏すぎるこれはまさかのズッキーニちゃいますかズッキーニちょっとズッキーニがある何味これ今食べましたよ食べたけど分かんないですミラクルですえこれえ何どんな出汁すごいちょっと待ってください分かんないです週替わりって書かれちゃってるんですすいませんえちょっとじゃあ予想します少しねうんカニのエキスが入ってますカニあ、ワタリガニのエキスのパスタレモン風夏の風香る完全想像です完全想像ですちょっと答え聞いていいですか後ではいすいませんこれこのはいあ、わかりました週替わりですよね週替わりです、はいこれは夏のパスタですよね夏のパスタですねそうですよね、はい、ズッキーニ入ってましたもんねこの、はい、ズッキーニとかナスとかねあのすごいちょっとカニとかも入ってますよねカニも入ってない入ってない入ってないエビとかね入ってないですね入ってないですねセミドライトマトあトマトねトマト入ってますよねカニの人じゃないですまあ、ガーリック風味の夏向きなそうですよ、ペペロンチーノ的なねそうです、はい、でレモンもちょっとねちょっと入ってますよねさすがです入ってますよねさすがです入ってます少し大体わかるんですよさすがです分からないですけどね、普通の方いや、全然分かんないでしょ、はい、俺だと大体分かるありがとうございますカニって言ったじゃないですかワタリガニって言ったの編集するわかんない完璧でしたありがとうございますお待たせしました。ここで今煙が、燻製の煙が今、なんか爆発しないですけど、大丈夫、いやいや、大丈夫もしかしたら警報器だな本当ですよねすごいすごいすごい行きます煙が、カリッしたうわすごいこれそれ乗せるんですね、はいまあ、ちょっと危ないんですけど気をつけていただいてでも、これ何、ね、ていう飲み物ですか、ね、はいあの僕たちのオリジナルカクテルでしてスモークドマイタイスモークドマイタイ、はい、これもダンヒルの限定ですドンヒルダンヒルバー限定の、はい、こちらのデザートはい、はい、こちらもダンヒルバーの限定なんですけれども、はい兵庫県は姫路市にある甘根屋さん甘い音と書いて甘根屋さんとの、はいはい、コラボスイーツですね、うんはい、甘根屋さんはあの姫路市の、和菓子屋さんなんですけれども、はいまあ、モダンでありながらもクラシックな
和音を体験しているようなところで、こういったかりんとうなどすごいクラシックなんですけれども、変わってますね。変わってるよね。和風なバームクーヘンもこのパフェの中には入っていたり、すごいモダンな部分もあるね。焼き印がついてる。焼き入れてもらったり。これ KU って入れていいですか？クダンヒル。あ、いいですね。作ってください。お願いします。固定作っておきます。いや、美味しそう。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ楽しいですよね。それなんですかね、その。もうこれは、これあれですよね。パイナップルのあれですよね。さようでございます。ね。炭素パイナップル。いただきまーす。うん、とっても夏にぴったりのドリンクです。お酒の強みは全然なくて、うん、本当にジュースみたいな感じでいただける。でもお酒なんですよ。でもお酒なんです。ちょっと甘いの食べましょうか。食べましょうか。福田さん、甘いの好きなんですか？僕ね、はい、甘いのあんまり、実はあんまり好きじゃなかったんです。はい、ライズアップして、痩せてから甘いの好きです。不思議なんですか。じゃあちょっと食べてみてください。味教えてください。それ何ですかね、それ上にって。これなんだ、これもう食べれるんですか。これ食べれるんですかね。これ食べれますよ。食べれるんですか。これ絶対食べれます。これせんべいですね。せんべいですか。はい。昔あのソースせんべいみたいなのあったじゃないですか、子供の時から。そんな感じで、これせんべいに印刷したんでしょうね。非常に、なんていうんですか、安全ですよね。ああ、下もだ。下も。あ、それでこう、対になって。そう。せんべい、せんべいコースター。めっちゃうまい。見てください。金だ。金粉？俺なんかよく来るけど、金粉気づかなかったなぁ。いやぁ、こうやって改めて見ると、すごいなぁ。そうですね。普段見ないもんですね、食べちゃうと。うん。あ、これは甘納豆ですわ。甘納豆。じゃあ、あんこじゃなくて甘納豆。甘納豆。やっぱり和と洋のコラボを、まあ、ここから入り口からやってるんですね。そこに、あ、そこに入ってるんだ。いや、これはレディース喜ぶね。そうですね。こんなにいろんなものがあって、どこから食べていいの？どこから味わえばいいのかわからない。うん。うん。美味しいですか？なんかいろいろ混じって。バームクーヘンが入って、これ黒豆。黒豆。それ黒いのなんですか？これがね、これが。コーヒーゼリー。ああ、コーヒーゼリー。だから大人のスイーツですね。うん。で、甘すぎない。時折苦み、甘み、苦み、交互にこう来る感じの層になってるね、自然と。うん。このアイスが。アイス何味ですか？え？ちょっとわかんない。わかんないですか？ちょっとわかんない。何これ？食べたことない味。何？わかんない。じゃあわかんないままにしてみましょう。すいません。はい、いろいろあんみつ入ってたり、はい、コーヒーゼリーも入ってましたよね。ほうじ茶ゼリー。ほうじ茶ゼリーね。あ、噛んじゃったんですね。はい、噛んじゃった。コーヒーって言うとして、ほうじ茶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 ね。で、あのバーマン入ったね。バーマンね。あ、入った入った。入ったね。で、この一つだけ分かんなかったんですね。はい、アイスは何ですか？アイスはロイヤルミルクティーアイス。ほら、それは分からんわ。ブリティッシュの英国の王室ね。さすがでございます、うん、ヒントはそれだけでしょ。ヒントはそれだけなんですよ。さすがです。ロイヤルミルクティー、それ美味しいわけですよ。美味しいわけだ。ありがとうございます。もう本当に 和と洋のミックスで。楽しい。もう一つで楽しさ何？アイスとか食べたら一つで終わりじゃないですか。
それがこれは今もう売り出し中の天音屋さんとの何色コラボ、だからここでしか食べれない、食べれない、そうそう、アマネヤさんとダンヒルのコラボレーション、いただきます。いやでもすごい、そうカリントカリントカリントにアイス、カリントにアイス、ロイヤルミルクティーのアイスでしょ。でそのどら焼き食べるとどんな感じになるんですか。大人のスイーツっていうのかな、ほんと甘さがガツンとこうなるね、うん、お酒で食べる人もいますよね、はい、これだったら間違いない。このちょっとアイスが溶けてくるじゃないですか、ここも計算されてて、このパンケーキがちょっと染み込んでいく、うん、でこのかりんとうのいいところはアイスとパン、これだけでも美味しいのにこのアクセントなんですよ、歯応えがカリ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 と、これがかりんとうなんてすごいよね、よく考えたな。アーモンドとかナッツのカリカリまた違うんですか。そうです ね, ね、いやそのしかも甘いわけじゃないですか、本当の甘さはこのかりんとうの中にあるだけなんです。あ、じゃあ他は、他はもうほんのり甘い、ほんのり、はい、素材を生かしてる、すごいです、すごい、もうズバリうまいですか。ズバリ最高です、ズバリ最高、ズバリ最高です。キュあ、そうそう、やっとね、いいお話ですよ、やっとこさ歌舞伎の幕が開くようになりまして、もう歌舞伎座もやってますけど、で私は一門、海老蔵一門、市川海老蔵一門として9月今月より全国巡業が始まっております。それでまあ10月6日ですね、東京フォーラム、国際フォーラムの方で、1日2回公演ございます。でここのダンヒルとはすぐ目と鼻の先でございますので、終わってからゆっくり、その見たね演劇のねお話ししながら、このダンヒルへ寄って美味しいスイーツ食べてみてください。本当に美味しいです。